全然駆逐されないんだけど、全然駆逐されない。もうちょいこれ何分かかんだよ、駆逐されるの。めっちゃ時間かかる。ちょっとこれだけじゃね、なんか動画あれなんで、ちょっと久しぶりに雑談しようかなと思って、で今日喋る内容ないなと思ってツイッター見てたんだよ。そしたらちょっと前、3日前ぐらいかな、なんかこういうリプ送られてきたなと思って、ツイッターの方ですごい、もうフォロワーめっちゃいる方がいるんだよ。フォロワー100万人 ?100 万人ってすごいよね。私もフォロワー100万いかないぐらいいるんだけど、100万超えてんだよ、その人。で、その人がたまに、YouTube じゃねえや、そのツイッターでアンケート取るんだよね。で、アンケートで、これ見て、YouTube 界のイケメン決定戦。で、下から2番目見て。翔太。これどこの翔太なんだろうね。いるかな、どっかに翔太。これあいつかな、この翔太って。いや、ここにお前おかしいだろ。お前どっちかっていうと、すごいブサイクだからね、翔太。翔太お前、分かった方がいいよ。いや、これさ、でも私思ったんだよ。大月めっちゃ HP 減ってきてんじゃん。翔太これ何か分かんない人いるかもしれないんだけど、翔太って Wii スポーツに出てくるすごい人気キャラクターなんだよ。で、Wii スポーツで元々いるキャラなんだよね、その、なんて言うんだろう。元々の住人、Wii スポーツの住人みたいな。私あれ思うんだけど、あれ多分、あれ多分、多分っていうか、任天堂さんの会社で Wii スポーツって作られてると思うんだけど、で、そこの、多分リアルの従業員を顔にしたんじゃないかなって私の読みで、ね、わかんないよ。実際どうかわかんないけど、多分誰かを元に、他のマットとかも、あとリンちゃんとかも、誰かを元にして作られたんじゃないかなって私の読みであるんだよ。なんで翔太、多分リアル翔太が、この日本にいると思ってんだよね、私。いや、これ間違い、私を読みだよ、読み。なんで、いつか私、リアル翔太に会いたいなと思います。ミスった!ミスった!これ今何やりたかったか分かる?これサムネ、ちょっとサムネの話なんだけど、サムネ撮るときに、このみんなこれスキル溜まってると高さ違うじゃん。なんで高さをみんな一緒にしようと思ったんだよ。で、スキルの確認まで押したのに、やっちまった最初からじゃねえか。うわ、ここでゼロコンボ無理だ。うわ、何やってんのマジで。本当に余計なことしてるよね。いけるゼロコンボ。いや、おお、うまい、うまい。お、すごい、すごい、私、うまい、うまい、今のは。はい、ちょ、もう一回、繰り返しだね。わ、せっかく減らしたのに。まあ。一斉ので。はあ。やっとここまで来た。もうそろそろ駆逐されそう。で、これ、エレン2ターンなんだにしかも気づかなかったわ。いや、私ね、今動画撮ってるのがね、16時。ほんと16時00分なんだよ。まだ今日何も食ってないからね、めっちゃ腹減った。で、私ね、最近ちょっとダイエットしようかなと思って、夏に向けて。いや、別に何もねえんだけどね。いや、でも逆になるかあるかもしれない可能性もあるわけじゃん。だからちょっと、ダイエットしてね、マシュマロボディになろうかなと思って。じゃあもう終わろうかな。